市販の実験用沸騰石沸騰石とは液体を加熱して沸点に到達した後の急激な沸騰を防ぐ目的であらかじめ液体中に加えておく石、または多孔質持体ケミカルストーンとも言う液体を加熱するとその液体の成分や加熱条件によっては沸点に達しても沸騰しない場合があるこの状態を過沸騰と呼び一種の 純安定状態である。この加熱状態の時に物理的な衝撃や異物が液体に加えられると液体から気体への相転移が起き液体全体に広がる。液体から気体への相転移では体積の膨張が大きいので液体や蒸気が飛散し事故が起こる可能性がある。そのため突発を防ぐ目的で沸騰石をあらかじめ液体中に加えておく。 日常の中で水を加熱した場合は、二酸化炭素、酸素など溶存していた空気成分が加熱によって、飽和状態になり、溶けなくなった空気成分が小さな泡を作る。この泡が沸騰の核となるため、突発は比較的起こりにくい。しかし、同じように水を加熱した場合でも、ごく弱火で非常にゆっくりと水温を上げた場合や、電子レンジを用いるなど、 短時間で温度を上げた場合は、溶けていた気体が下飽和のまま微小気泡が発生せず、加熱状態となるため、突発が起こる可能性が高い。そこで、液体中に常に相転位の核になる微細気泡を存在させれば、突発を防ぐことができる。液体に、毛細管や多孔質物質を加えておく、あるいは加熱中に核拌子で核拌する、などの方法がある。 沸点測定の場合は、毛細管の先端から連続的に気泡が発生する、温度を測定する。毛細管の内面が完全に濡れて気泡が失われてしまうと突発を防ぐ機能が失われてしまうため、気泡を含んだ微細孔を多数持つ素材が利用される。一般には素焼きの小片などが利用され、沸騰石と呼ばれる。あるいはガラスに空気を練り込んだものでもよく。 すなわちガラス沸騰石もよく使われる。それ以外の材質でも多孔質の素材が沸騰石として製品化されている。沸騰石であっても一度かを落として温度を下げてしまうと気体部分の蒸気が液化して微細管の中に液体を引き込んで表面の気泡が失われてしまうため沸騰石の性質を失ってしまう。したがって温度を下げて沸騰を停止させたら 加熱する前に新しい沸騰石を追加する必要があるほか、一度使用した沸騰石は微細孔が不要物で塞がっていたりするので完全に乾いていても再使用してはならない。また、加熱状態において沸騰石を投入すると逆に突発を誘発するので加熱の途中で沸騰石を投入するようなことは言ってはならない。家庭においても水や牛乳などを加熱した後、 砂糖などをいきなり加えたり衝撃を与えたりすると、沸騰石の働きをしてしまうため、突発が起こる場合があるとされている。味噌汁についても、突発の例が報告されており、出汁入りの味噌、ステンレス酸素鍋を使う場合には、注意が必要であるとされている。内部に多数の穴があり、ここに閉じ込められた気泡が沸騰の核になって、突発を防ぐ。として、 基本を混ぜ込んだガラスが用いられたり、直径1ト、mm、ルほどの素焼きの粒が市販されている。このほか投入先の液体の性質を損なわず、液体によって沸騰石自体が分解される恐れが、ないた高質のものであれば、基本的に材質は問わない。実験の精密さを求めないのであれば、割り箸などでも代用可能である。コーヒーを入れるサイフォンでは、多くの場合、 鉄の鎖が使われている。ありがとうございます。